はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、ランキングガチャ中に、奥義書来ましたね。とりあえず1枚ゲットして、覚醒は終わりました。で、俺ね、まだケーラ解放ここなんですが、まあ、ちょっと素材ないんですよね。レトロアキラとかにさ、ちょっとぶっこんじゃって。もったいなさすぎるやろ、つってね。まあ、それ手に入ったら、また覚醒していきたいと思います。この青がないんですよね。この青が足りないです。で、ここまでいつ追加になるかわかんないですが、まあ、奥義書もう一枚必要っすよね。とりあえず今箱10持ってるので、開封して、アピールしてくれば、もう一枚。交換したいなと思います。やっぱアピールしたいでしょ。はい。まあ、そんな感じかな。まあ、これ覚醒していくとね、使いやすくなりますよね。まあ、やっぱこれが大事ですね、ここ。この奥義による気温ダメージでは敵の投球は上昇しない。これが必要。これないとね、奥義打ってさ、まあ、もちろんこれ威力も上がってるんですが、覚醒することによって奥義打って陶器をばらまいてるだけっすからね。これは大事っすよね。さあ、じゃあちょっと箱開封いくか。まあ今日は軽くね。はい、こんな感じで揃ってます。じゃあちょっと開封していきたいなと思います。一つの箱で5個のアイテムが入ってます。見づらいんですが、右あたりはメダルかけ100、これが 0.3% で、メダルかけ200、ここは 0.7% です。だから200やね。200狙っていこう。さあ、まず半額。おー、5枚ね。まあまあ、でも5枚はね、当たりっすよ。しょぼい当たり。あ、1枚ね。まあ、焦る人ね、こっから4-4勝負っすから。結局ここに当たりがあるパターンやろ。ケージやろ。ケージはもう絶対アピールしてくる。そういう男。おー、13枚ね。まあ、焦る必要ね。今がね、メダル204枚ですね。持ってます。歌舞伎なら、歌舞伎通せ。マジ？何しとん、刑事。刑事が悪いわけじゃない、俺よ。じゃあ、行きましょうか。銃買おう。男は黙って銃購入。よし、じゃあ行きますか。これは当たり入っとるやろ、これ。頼むぞ。これが男の激アツ。なんが激アツな、何もアピールしてこんやん、これ。さあ、とりあえず4つ買いました。行こうか。ここ当たり入っとるやろ。まあ、刑事しゃあないよね。負け戦こそ面白いのよ、つってますからね。さあ、もうこれはラスト。ここでアピールせんかったらもう刑事はそこまで。奥義書1枚。はい、ということで、行きましょう。頼むぞ。何しとん？メダル16枚。だが、それがいい。しゃあねえな。ということで、いきますか。もう10いこうか。やっぱ当たりちょっと見たいよね。いや、今日の分のさ、もうここまで買ってるんすよね。 G と F でも石745しかねえじゃん。
はい、とりあえず25購入まで来ました。まあ、とりあえずゲットして、やっぱ一発50開封の方がなんか出る気するよね。はい、一発開けます。これ10いきます。ふんはー、オッケー、一撃必殺。どこがよ。まあでもね、結局まあギャンブルっつうのはさ、こう最初負けね、で次負け負け、ずっと負けてきても最後勝てばいい、そういうことっすからね。いやもうそれは戦国時代から、最後勝てばいいよ、でかい戦に勝てばいい。じゃあとりあえず2枚目交換しとこう、一応ね。はい、じゃあちょっとこれ交換したいなと思います。まあ良かったんじゃないですかこれは。じゃあ覚醒はしないです。じゃあちょっと食料だけあげとく。あ、今食料も来てるんでしたっけ。とりあえずボーナス分入れて、これでE の59か。まあでもそこまで食わせる人ないっすよね。ただパッシブは優秀。まあこれパッと見はね、まあパッと見っていうか、まあ使った感じはね、まあ長持ちはしそうなんですよ。ただ最近一気に上がってきてますからね。翔座もさ、まあ、これも相当上がってきたじゃないですか。このパッシも強力っすよね。で、残りのまあ2キャラ。刑事の2キャラ。まあ、それも気になりますよね。あとさ、まあ、いつも俺北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうつってさ、ケンシロウとラオウがいないんですよ。ずっとね、錬気刀座とは。まあ、特化5風来た時にちょこっとだけ、まあ、出したりとかね、っていうのはあるんですが、まあ、組手もね、使ってないですし、やっぱそろそろさ、こう長く使えるケンシロウ、まあ、霞ケンシロウくらい長く使いたいですよね、ケンシロウがやっぱラオウ。いや、ラオウがやっぱ欲しい、そろそろ。だって国王来てさ、やっぱラオウ欲しいよね。そろそろでも来ますよね。このケージのコラボ終わって、もうケージはほらもうみんなぶっ込んでるじゃないですか、今。いつもよりね、ランキングがやっぱ回ってるんですよ、かなり。だその後にラオウを持ってくる、そういう作戦やろ。石を消費させて、ラオウ来るやろ。ということで、まあ、とりあえず2枚ゲット。まあまた試し打ちっていうかね、覚醒後、あ、一応ね、覚醒後の編成はこれです。ちょっとだけしかまだ戦ってないので、ちょっと分かんないです、まだこれがいいのかは。翔座を前に出しました。で、不動の後ろに刑事置いて、まあちょっとこれでいこうかなと思います。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。